はい、ラケットインプレッションです。ご協力いただきますとかじゃあ、はい、クレーリングアテニスクールの村松です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ウィルソン道場です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、今回は、はい、グリーンのブレイド、こちらも6代目の商品になってくるんですけども、今回のブレイドというか、もともとブレイドのコンセプト自体が、しなり、柔らかさ、そしてそれをパワーに変えるという、特徴のあるラケットにはなっていまして、その最大の特徴が X-Loop というテクノロジーなんですけども、ここは外側が丸くなってます。ここは内側が丸くなってます。外側が平らで内側が平らになる、ちょうどこうねじってあるような仕掛けになってるんですけども、もともとこのブレードというラケットはラケット自体がしなるように設計されていて、ラケットというのはボールが当たるとですね、フレームがこうしなってねじれるっていう作業もするんですね。それをブレードはしなりとねじれを計算して復元することを考えて作られているラケットなので、しなり、柔らかさというものが、ねじれたものが戻るパワーのようにボールに反映できるというコンセプトがもともとのブレードになりました。今回新しいブレードとしては、まずデザインがもちろん変わっているというところと、プロスタッフの時にも紹介したんですが、ベルベットペイントコーティングになっています。そして、今回は素材が新しいものが入っています。素材名がCountervailという素材にはなるんですけれども、そうですね、NASA なんかが公認の素材にはなってきていて、自転車界では割ともう有名な素材なんですね。この素材というのは、振動衝撃の減衰率が非常に高い、素材になってまして、約 30% ぐらい、衝撃カットしてくれる素材になってます。じゃあ、衝撃吸収性能高くなったのかなと思われるかもしれないんですが、それをこのラケットに入れた最大の目的はパワーアップですね。はい、パワーアップということを考えると、単純に飛ばせるとか、パワーの出る素材ということにとらわれてしまうかもしれないんですけれども、例えば5セットを今からやります。1ポイント目のポイントの時の自分の元気さがファイナルセットの時に同じ元気であれば、結果的にパワーアップしたということになるという切り口のパワーアップなんですね。要は言ってると疲れにくいそうですね、っていうことですよね。そうです。疲れないことによるパワーアップというのが今回コンセプトになっています。じゃあ疲れないためにはどうしたらいいのかというと、筋肉というのはどういう時に疲れるかというと、外から与えられた振動衝撃を止めようとする働きをするんですね。ぶれないように体を保つために筋肉というのは働きます。でこのCountervailという素材が入ることによって、テニスでいうとやっぱり腕を一番使うんですけども、上腕二頭筋、三頭筋、手関節、屈筋群の働きがCountervailを入れることによって 14.5% 休んでることが結果として出てるんですね。ということは筋肉を使う量が減るので、やっぱり疲れないラケットになってくる。そうすると、結果的に最終ポイントまで元気で入れるのでパワーアップになるという考え方の商品になっています。スペック的には大きく全く今までのものと変わりませんので、その中でのその疲れない、少し、体への優しいということを感じていただきながら、パワーアップを体感いただければなと思っています。疲れにくいらしいですよ。わかりました。はい、すぐ疲れる。僕にはもってこいなラケット。短い時間でもこう打ってると腕のだるさとかやっぱ出てくると思うので、そういうところもちょっとちゃんと含めて展開していきたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱりこうストリングパターンの細かいっていうならではのボールの潰れる感じっていうのが一番ブレードで体感できるモデルかなと思いますし、ラケットの柔らかさ自体も非常に柔らかくしなる感じのボールをこう接触してる時間が持ってる時間が長いっていう印象があるんですけど、やっぱりこうこれだけパターンが細かいので、ボールをこう弾道を上げてスピンっていうよりは、やっぱりちょっと後ろから当ててフラットにこう相手のコートに押し込むようなボールを打つと、やっぱりラケットの良さがより出るっていうところは、もうブレードらしさっていうのが一番こう体感できるモデルかなと思います。で結構がっつり厚く当たると、こう手にかかる負荷が結構グッと大きい人ってやっぱ多いんですけど、そういった意味でこうなんだろうね、嫌な振動が少ないのかなと思います。こう重い打球感っていう、こう当たりの厚さは感じられるんですけど、こうしっかりボールもその後飛んでくれてる感じっていうのも、前作と比べてかなりこうラケットが飛ばしてくれてる感じはあるので、そういうこの部分は新しい素材でカウンターベルの効果が出てきてるのかなと思います。打球感も少しマイルドに感じてる部分がそういうところにもなるのかなとは思うんですけど、そうですね、はい、衝撃を吸収できるというところは、まあ、メリットになるのかなと。かなりこう本当にハード、すごいラケットがこうハードで打った感じが硬くてボールを潰してっていう印象はもちろんなんですけど、その中でもこうどうしてもこう負担的になってくるスペックになると思うので、一番その部分のこう負担の部分をしっかりとこう軽減してくれるのかなというのは体感できましたね。はい、このモデルはミロス・ラオニッチ、それからモンフィス、それから、ゴファム等々が使ってくれているモデルなんで、本当にツアーの中では一番これが使用率多いですね、ウィルソン選手の中ではですね。海外の選手とか見るとブレードの使用率ってすごい高いんですよね。そうですね、まあ、ウィルソンの契約選手というのは、まあ、トップ100でいけば一番多いんですけども、その中でもブレードシリーズの人が一番多いですね。はい、でその中でもさらにモデルでいくとこれが一番やっぱり人気の、はい、モデルにはなってきますね。はい、私はですね16、19、はい、打たせていただいたんですけど、打ちやすいです。もう思ったこと全部言おうかなと思って。あとはですね、ちょっと最初僕振動止めをつけてやってたんですけど、それをちょっと外してみてたら、やっぱりその CV の方が出てるのか、勝手に略されてカウンターベールのことなんですけど、ベールがちょっと頭からちょっとどっか行っちゃったので略させてもらいます。CV ですよ。CV 呼び方としては CV です。それから入らしていこうかなと思って。CV。効果が出てるのか、手に負担がどうなのかって正直なところちょっと分からなかったんですけど、打った時の衝撃っていうんだったら振動止めをつけてるのとつけてるのも変わらないかなっていう感覚にはなったので、その点はその CV がすごいこう発揮されてるんではなかろうかと思います。あとはですね、ベルベットペイントですね。僕普段両手打ちなんですけど、まあこうやっぱりこうリターンとか構えてる時には多分ここスロート部分を絶対持つので、そういった時の肌触りっていうのはちょっといい感じだなという、なのでそこでちょっとリターンの前にちょっとテンション上げつついいリターン打とうかなっていう気になるかもしれませんので、それも感じながら使っていただけるといいかなと思います。で、打った感想としましては、やっぱりフッキーさんも言ってましたが、やっぱり潰す感覚っていうのはやっぱりこうブレード特有の感覚があるかなと思いますし、あとその、18、20ですかねの、ラケットに比べるとやっぱり16、19の方がやっぱ回転はかけやすいのかなと思いますので、まあ日本人のトップ選手だと結構こっちの方を使ってる方が多いですね。そうですね、内山君とか、はい、日本人のブレードユーザーはこちらの方がやっぱり多いですね。なので僕は選手とかが使うのであれば、これは非常にいいのかなっていう印象が、普段僕バーンをね使ってるんですけど、明らかに違うのがしなり感っていうのが、もう最初のウォーミングアップしてる時からちょっと感じてたんですけど、ちょっとそこがバーンにはない感覚がちょっとあるのかなっていうふうには思いました。そうですね、こちらの方がやっぱり目が少し粗いので、先ほど岸さんに使っていただいたものよりという部分からいくと、こっちがもっとフラット系、はい、少し回転をかけて、この後にS バージョンというのがあるので、はい、回転量という比べ方も一つできるシリーズかなとは思いますので、非常にやっぱり日本人的にはこちらの方が扱いやすいかなと思いますので、しなって柔らかさもこのパターンの方が出やすいと思います。はい、